トーのクレイジーナイジナはいというわけで改めまして皆さんおはこんばんにちはクレイジージョーカーことともゆきですはいというわけで今回はてか今日はですね目の前のものを見て結構わかる方もいらっしゃるとは思うんですがえ本日僕ともゆきがですねイオンモール岡山の中にあるイオンシネマ岡山にてあデイレイガールズっていうね映画を見てきてさらに ありがとう45周年みんなのサザエさん展をですね、見てきたので、まあそれについてのレポートとか感想を言っていきたいと思うんですが、まあね、これが、デイレイガールズの判件です。ね。前売り券の判件ですね。そして、えー、こちらが、左手にあるのが、これがですね、あの、デイレイガールズの公開前にあるなんかキャンペーンでですね、あの、足立里香さんと、 百瀬美咲さんこの2人がですねあのまあもともと百瀬美咲さんがその岡山県警だったっけそこのあの一日署長をやられるみたいで警察署のね岡山警察署の一日署長をやられてそれでスペシャルサプライズゲストとして足立梨花さんが来てこう2人がですねこういろキャンペーンでですねいろんなこうものを配ってたんですけどその中のものですね ま、これは直々にあの、この、足立理香さんからいただいたわけなんですけどもね、この作さ,さに見上げてくださいっつったらね、あはいはいっつってこう、ファッってくれたものなんですけども、で、なんかこう、安心安全な、デーレーー、見えない、町づくりって書いてますけどもね。で、こうなんか裏には、ね、こう、いろいろ、なんか警察らしいことが書いてあって、そして表にはこう、ね、 デーレーガールズとコラボしたなんかいろいろねあの何安全に気をつけましょうみたいなねことも書いてあるパンフレットとあとなんか何マトリックスなんとか何これあなんかメモ帳みたいな感じですねメモ帳とかとあとこの和スイーツっていういちご大福風のねあの何タオルみたいなハンドタオル的なねものをはいただきました はい。まあですね。あの、このデイレイガールズっていうのがまあ、岡山のね、この、昔の、この昔、の足立りかさんとかがね、こう演じられている昔の、こう、岡山と、こう今の、こっちの大人になった今の岡山をこう、つないで過去と、ね、こう現代をいろいろ行き来しながら話が進んでいくんですけども、まあね、この主人公の女の子、 が、こう、なんて言うんだろうな、これね、いろいろね、結構、デイレイガールズね、ネタバレあんましちゃいけないかなって思うんですよ。やっぱりまだ見てない方もね、いらっしゃいますよね、多分ね。なんでね、結構ね、デイレイガールズ本当に、やっぱりこう、感動しますみたいな CM がね、ちょこちょこあると思うんですけど、結構やっぱり感動ものでね、最後け結構うるっと。 来てですね。まあ、この昔の方の学生服を着てる方の時代背景がですね。大体あの、まあ、その劇中でも出てくるんですけど、山口桃江さんがこう、引退するみたいなことをね、引退発表をして、引退するぐらいのね、あの時代背景で。で、あの、プレイバック、プレイバックとかね、そうやってプレイバック、パート2を踊ったり、ね、さよならの向こう側が、ね、こう、結構、 あの、ラストら辺に流れてね、感動のシーンを装ったりなんか結構、割と山口百恵さんの曲がよく起用されて結構それになぞらえて話が進んでいったりなんかするんですけども結構ね、意外にデイレガーレーガこう話が結構単純なのかなと思ってたんですよ。ね。単純で結構ほのぼのでまあいいのかなと思ったんですけど結構ね、意外にお、おってこう食いつかせるようななんかこう 話が二点三点していくような、ちょっとね、こう、あえー、そう来るみたいな意外なことになったり、結構ね、この二人の関係に大きく関わってくる、まあ、あんまね、これ言っていいのかどうかわかんないけど、この主人公の人の彼氏さんがいるんですけど、ままたその彼氏さんのことについてこういろいろ、ね、こう2、二点三点していくわけなんですね。 まあね、これちょっとネタバレ、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけネタバレをすると、この主人公の人は、この、この時ね、この学生時代の時、漫画家志望でですね、まあ、将来、ね、こう、夢を叶えて、こっちの漫画家さんになるわけですね。そして、えー、こちらの足立理香さんの方はですね、あの、まあ、こう、後々、いろいろこう、まあ、この二人が通っていた母校の先生になるわけですね。 まあね、こう、この大人になった二人の関係、そして学生期の頃の二人の関係、こうまたね、そこがうまいこと交差して、お互いの思いが交差して、こうラストへどん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 進んでいくんですけども、結構ね、これ本当に、なんだろう、感想とネタバレのね、瀬戸際が結構危ないですよね、結構。いろいろストーリーを説明しようとすると本当に、まあ、 えっと、まあ、中学だっけ中学か違ゃう <laughs> 高、高校だ高校をね、こう、まあ、1年生なんですけど、まあ、その新入生2人。で、こっちが、あの、東京から来た子です。で、こっちが岡山出身の子。あたじりかさんが岡山出身の方の子の役なんですけど、まあ、そっからこう、いろいろ仲良くなっていったり、まあ、その仲良くなるにもきっかけがあるんですけど、いろいろね、 うん、<laughs> これね、結構、ネタバレが本当に危うい。どこまで行っていいのかっていうのが結構ね、早ぶまれるんですけど、まあ一番早いのが見ていただいた方が早いんじゃないかなと思います。で、まあね、あの、まあ、この判券とまあこの前にもらったグッズみたいなのなんですけども、なんでパーフレントがないかというと、もともとその、なんか生産してないみたいで、その、係の人っていうかまあその、 イオンシネマの岡山の人に、あの、デイレイガールズのパンフレットってありますかって言ったら、あ、ないです。すいません。生産してないんです。って言われて、あ、そうなんだ。と思って。で、こう、なんか、あ、もうじゃあ仕方ないかな。と思って、まあ、パンフレットは諦めたりしたんですけど、結構ね、それはちょっと残念だったですね。パンフレットが生産してなかったっていうのはね。で、まあね、その話をちょっと戻すと、本当にデイレイガールズね、やっぱこう、最後にね、 ま、ちょっとネタバレなんですけど、まあ、この、今背景にも映ってますけど、鶴見橋っていう、後楽園のね、その、とこに繋がってる橋があるんですけどね、結構その、鶴見橋っていうのが鍵になるんですけど、話の。結構そこ周辺で色々、ね、あの、話が動いたりすることもあるんですけど、そのやっぱね、最後の鶴見橋のシーンに、合わせてこう、山口桃江さんの、さよならの向こう側、 あれがかかるとね、ちょっとやっぱグッとね、目頭が熱くなるものがありましたね。本当にこう、いろいろ、えーってなんかこう驚きつつ、なんかこう例えば岡山を知ってる人だったら、あ、ここ見たことある見たことある、あー行ったことあるとか、通ったことある家の近くだとか、ね、そういうのを思ったり、逆に岡山のこと知らない人だったら、あ、こんなとこあるんだ、こんなに景色きれいなんだ、えー、こういうとこあるんだ、えー、すごいおしゃれとかね、いろいろ、 その景色のこと、岡山のことについて思っていただいたり、な、まあ、その、実際の、あの、こうね、あの制服なんですよ、これ。どこだったか忘れたけど、山陽女子だったかなそこの、あのね、制服で。で、こうまた現代の山陽女子の子も出てくるわけで、で、いろいろこうその撮影協力なんかもし実際の制服なんでで、ね、はこういう岡山には学校もあるんだっていうね、 その、こともいろいろ、ね、学んだりできて、ちょっとやっぱりこう、うるっと泣ける感動のラストになってるわけですけども、なんかこう、感動できて、岡山のことも知れて、ちょっと、えっていうなんかこう、ミステリー要素っていうかね、こう、いろいろ、あなんか繋がったっていうところはね、ちょっとミステリーって言っていいのかどうかわかんないけど、すごい、ね、言葉足らずで本当すいませんね、なんかこう、 うん、ミステリーって言っていいのか分かんないけど、ちょっとこう、えーそこそうなるっていうとこもね、出てくるんで、結構ね、あの、見応えのある、本当に映画だと思います。ね、ぜひ皆さんも、デイレイガールズ、ね、よかったら、もしよかったら、ね、見てください。でね、まあ、その時の感想なんかも、ね、僕の動画でよければね、コメントなんかしていただいたらありがたいなと思います。はい、そしてですね、ちょっと物を入れ替えまして、まあね、デイレイガールズ、すごい、なんかね、本当に、 見たらわかると思うんですけど、いろいろ、あの、コメントがね、どこまでネタバレしていいのかって、本当にあの、困るから。<laughs> その人に伝えようとするとね、ネタバレせずに伝えようとするとね。さあ。でですね、こちらが、ちょっとアップに C の、さげーの。これがですね、えー、ありがとう45周年みんなのサザエさん展ということでね。まあ、このサザエさん展ですよ。結構あの、いろんな全国を今、 回ってて。で、あの、ね、ちょうど今、僕がそのデイレーガーズ見て、こう、帰ろうとしてた時に、岡山未来ホールっていう、その、ま、イオンモール、岡山の5階に、同じ、その映画館と同じ階にある、5階にある、その、この未来ホールを岡、岡山、な、ミラ岡山未来ホールですね。すいません、失礼しました。ここにですね、サザエさん店してるって言ったねままあ、結構テレビでも宣伝もしてたんで、よし、行ってみようと思って行ったんですよ。 そしたらまあ、大人が800円、子供がいくらだったかな忘れたけど結構、まあ、大人よりもちろん安い値段で入れて楽しめるわけなんですけども。まあ、あの、これね、平日入場者だったか、それか普通の入場でもらえるのかどっちか忘れてましたけど、なんか入場でいただいたのがこれですね。マッソさんの、こう、しおりです。はい、サザエさん店限定のしおりだそうです。まあ、これがあの、日によって、こう、 いろいろ、人が変わるらしいですよ。こう、サザエさんだったり、もちろんこう、磯の一家でこう、ローテーションしたりして、いろいろこう、まあ今日はマスオさんの日だったみたいですけども、ええーっつってね、マスオさんの日だったみたいですけど、なんか、いろいろ日によって、こう、誰のしおりになるかな、お楽しみみたいな感じらしいですね。でですね、結構本当に、サザエさん展も本当に面白かったです。本当になんかこう、サザエさんがね、こう、どうやって生まれたのかとか、 で、こう、おのおの家族の名前の由来だったり、そのもちろん、サザエさんが住む朝日ヶ丘の、その、風景だったり、朝日ヶ丘どういう場所なのか、周りにいる人はどんな人たちなのかっていうね、サザエさんのこう、細かい設定とか、その原作者の小野町子先生が書いた、その、いきつはどういうもんなのか、もともとサザエさん、 4コマ漫画なんですけど、その4コマ漫画ってどういうものだったのかとか、いろいろサザエさんの原点に迫るものだったり、逆にサザエさんの世界を忠実に再現した、こう、ミニュチュアのサザエさん、磯野家が、家があるんですね。とか、結構ね、サザエさんファンならずとも楽しめる、ご家族で本当に楽しめるものだと思います。結構ね、家族連れが多くて、子供さんとかもわーってすごい、面白い面白いって言ってないんですけどね、結構体験型のものもあるんですよ。ね、こう、 おはぎが、サザエさんのあの、いつも、ね、こうみんな家族団らんで食べているリビング、あるじゃないですか。そこにおはぎが置いてあるんですよ。で、そのおはぎをこうパッて取ると、一個取ると、取れるやつがあるんですよ。その一個取ると、こう、窓の向こうから波平がシャーって出てきて、バカモーンって言うんですよね。結構ね、それが人気でしたね、子供さんとか。わーみたい面白いとか、わーびっくりしたとかね。結構そのバカモーンの種類もね、あの、 一パターンじゃないみたいです。何パターンも何パターンもあるみたいなんで、結構バカモンの言い方がね。なんで結構何回も何回もやってみるのも面白いと思います。あと、この波平さんの先祖のね、あの、おはぎ好きの、まあだからその、さっきの波平さんのとこにもおはぎが置いてあったんですけども、おはぎ好きのね、波平さんの先祖の、名前忘れちゃいましたけど、なんか波平さん先祖の武将がいるんですけど、そこをこうモチーフにして祀られた、あの、ちっちゃーい神社があるんですけども、セットが、ね、二神社のセットがね、そこの鈴を鳴らすとね、あの、 その並平さんの先祖がね、お告げをしてくれるわけなんですね。で、なんか、例えば、あなたは、まあ、僕の場合、あなたはサザエじゃん、みたいな。言われて、こう、ほにゃららららら,ら、みたいな。ねサザエは、こう、どういう風だから、こうしましょうね、みたいな。お、ま、前、あ、あなたはこういう人だよ、みたいな。そういうね、結構おつ、ありがたいお告げをしてくれます。もちろん、それも、こう、家族全員分のおそらくパターンがあると思います。まあ、僕の時はサザエさんだったんですけどね、ちょうど、ね、ありがたいなと思うんですけども。 まあね、あの、結構、中にはね、本当に、そういうアトラクションもありつつ、こう、マニアックなね。こう、なんで、皆さん疑問に思いませんかなんでこの、サザエさん一家普通だったら、ここ、マスオさんと、ね、サザエさん、結婚してて、タラちゃんがいるじゃないですか。普通これって、生活、一緒にしてるのって、まあ、あ、そう、いや、日頃こう、当たり前に思うし、見てたら全然違和感もないですけど、なんでこう、 二人夫婦で、子供で、暮らさないんだろう三人で暮らさないんだろうって思いませんで、そこの行きさつもね、結構、あの、書いてあるサザエさんの、あの、日記があるんですよ。その日記の、とこのパネルがあるんですけど、そこに書いてあって、え、あ、そうなんだと思って結構僕も、初めて知ることも多かったし、すごいね、結構いろんな、おのののエピソードだったり、ね、あの、あるんで、結構ね、 なんか新発見も多かったり、あ、やっぱここサザエさんこうなんだっていうね。あの、サザメさん、サザエサザメって誰だよ。<laughs> サザメって誰だサザエね。サザエさんのね。こう、おっちょこちょいエピソードなんかも結構あったりね。こう、して、本当に面白かったでその中のね、こう、アトラクションって言えばいいのかなその、何、開催されてる中の一つにですね、あの、サザエさんの街に自分の家を建てようっていう、そのブースがあるんですよ。 っていうのも、そ,、まあその、花沢不動産っていうね、あの、カツオの友達の、まあ、お嫁さん候補のカツオのね、お嫁さん候補の花沢さんのお父さんがね、こうやっている、ね、花沢不動産がやるサザエさんのね、家に、サザエさんの町に、旭ヶ丘に家を建てようっていうのがあって、まあ、あの、100円以上募金した、なんか東日本かどこかに、あのね、寄付するみたいなんですけど、そ,その100円以上の募金をした方にですね、 こんな風に、なんか、これですね。よいしょ。こういう風に。朝日が丘。ね。文譲権利書。ということでね。こういうものがもらえるわけです。で、これと、あと、これ。サザエさんってみんなのお小遣い帳みたいなね。こうもらえるわけですよ。こう。こっちでしたね。ほら。サザエさん、お小遣い帳って言ってね。こう名前書くとこもあって。 で、こういろいろお小遣い何円何円何円みたいな書き方もいろいろ書いてあって、ね。こう記入の仕方とかいろいろ書いてあって、こうお小遣い帳がペラペラペラーっと何枚かある。で、お小遣い帳、まあサザエさんとかがいたり、こういうキャラクターがマスオさんだったりね、いろいろ書いてあるお小遣い帳。この二つと、あとね、すごい、こんぐらいのちっちゃい木の家が一個もらえるんですね。まあそれが丸屋根か、 三角やねか。どちらか選べるんですけど、その二つから選んで、こう、自分で好きなように色を塗るんですね。で、その色を塗って、で、あの、色塗って、その完成した色を塗って自分で作った家をですね、あの、まあ、朝日が丘のちょっといろんな場所があるんですけども、まあ、場所っていうか結構ね、でかーい、 なんかミニチュアとまではいかないけど、なんかこうデカデカとした、こういろんな番地が書かれた、ね、あの場所があるんですけども、そこにね、こう置いて、自分もサザエさんの住む朝日ヶ丘にですね、こう家を建てれるという。まあそれが100円以上の募金でね、あの、建てれるわけですけども、これですね、サザエさん一家の住む町、朝日ヶ丘の約束って書いてありますけど、 これ見えにくいな。ピントが合わないな。だから、読みます。えー、1、家族、仲良く愉快に暮らすことを誓います。まあね、サザエさん一家みたいにね、磯野家みたいに仲良く暮らすことを誓いますと。そして、えー、1日1回サザエさんのテーマソング歌うことを誓います。あ、俺これ見てなかったの俺。<laughs> こんなこと誓わされるんだ。マジか。1日1回あの、あれテーマソング歌われたんだよな、ね。大きいなソーラーを歌ったやつだよね。ね、それ歌わされるんだ。 それからど、どっちだろうあれ、サザエさんのテーマソングって。あ、ごめんなさい。ずれました。はい、すいません。ごめんなさい。ず <laughs> れました。サザエさんのテーマソングってどっちだろうオープニングの方サザエさんが財布忘れる方それとも、あの、最後家がごちゃ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 ってなるやつど、どっちだろうわかんないけど、まあ、とりあえず、それを1日1回歌うこと。で、そして、毎週サザエさんを欠か,かさず見ること。まあ、それは見てますよ。俺もね、家族団らんで。<laughs> サザエさん見てますけどもね。 さあね、先ほどカメラトラブルがありましたけども <laughs>。カメラトラブルって言うほどでもないけどね。ごめんなさいね。さあ、というわけで、まあ、この二つと、先ほど言ったように、その、自分が自由に描ける、絵あの、まあ、絵を描いたりね、その、家を描ける、木の、ブロックの、あの、ちっちゃい家がもらえて、で、こう、家を朝日川岡に建てれるわけなんですけど、もちろん、家を建てるというからには番地があるわけです。で、僕の場合は、こちらです。ドン。権利書名前、ね。 権利者名前とかいろいろ書いてありますけど、ほら、ここにちゃんと花沢不動産ってね、書いてあるわけです。で、朝日が丘3丁目の14番ということでね、これね、俺も引いてびっくりした。あの、この3丁目の14番っていうのが、サザエさんのうちの前なんですよ。サザエさんのうちが前か。サザエさんのうちが前。だから、お向かいさんなんですね、この番地が。でね、結構、まあ、 バンチは決まってても結構そのバンチ内でどこに立てるかっていうのは結構おのの早いもん勝ちみたいでもちろんサザエさんのねやっぱねあのお迎えのとこはねもう早々と埋まってましたいや早いねって思っただからもう僕はそのサザエさんの家をまあサザエさんの家から見てるんですよサザエさんの家から出て左手に行って突き当たって右っていうね <laughs> 右のとこっていうね 結構割とね、そんな近くもなく、遠くもなく、割とサザエさんのうちと多分交流ができる、磯野家と結構触れ合えるぐらいの遠さの場所に建てた、まあ建てたというか建てることができたわけですけども、まあね、こういう風に、権利書と、まあその、家はですね、ちょこんと置いて、ね、その、あの、飾ってもらえるわけですけども、まあこの家と、家の番地と権利書と、 ね。このお小遣い帳。この二つはね、あの、持ち帰れるわけですね。はい。まあね、すごい、あの、周り子供さんとかね、その家族とかでみんな必死で絵描いてる中、ね、大学生が黙々とこう、あの、こと細かく、すごい細かくね、リアルに描いたの、自分の中で。<laughs> すごい頑張ってさ、横に自転車とか描いたりさ、こう植木とかいろいろやったりさ、ドアやって、 こう屋根にさ、いろいろ窓つけたりして <laughs>、いろいろ裏にこう、あの、ガスのとか、いろいろ作ったり、ビール瓶置いたり、もういろいろ、すげえ細かく書いたの <laughs>。だから、ほんと15分、20分くらいかかって、なんか、ほんと頑張って書いて、すごいんで、このバンチ、まあ、その、できたら、あの、スタッフの人がいるんです。そのスタッフの人に、できましたって言って、まあ、このバンチを見せるんですけども、このバンチ3丁目の4バンチ。 お店ったら、あの、あ、ここサザエさんのうちの向かいですよって言われて、ええーと思って、あ、すごいですね、これ。わーすごいっつって。<laughs> 本当に俺その時すごいしかいなかった。ええーっつって。わやばい、向かいだよ、ったつって見たら結構人はいるっていうね。<laughs> 向かいじゃねえじゃんっていう。向かいのバンチねって思って。サザエさんがいるバンチの向かいのバンチねって思って。それ、あ、そこそう来たかって思ったんですけど、まあ、でもやっぱりサザエさんとね。 こう割と交流できる確率の高い、ね、あの、物件を得ることができました。まあ、花沢不動産のね、あのお父さん、花沢さんのお父さんがね、すごいこう、随時、いろいろアナウンスみたいなの喋ってるんですけど、そのアナウンスで、まあ、結構駅前の、駅前の一等地とかね、結構いい物件なんかもあったり、ね、結構やっぱりあの、磯野家の、あの、場所にはちゃんと、 磯野家の家があったり、い坂先生のとこがあったり、駅があったり、いろいろ、ちゃんとね、その街のある程度主要場所みたいなのは結構あったんで、あ、私ここの近くだとか、誰々さん近くだとか、い坂先生の隣だ、駅前だとかね、いろいろ結構言いながら喋れると思います。で、あの、それで思ったのが結構サザエさんちってでげえなっていう、<laughs> あみ模型のミニチュアみたいなのがあって、で、その、さらにそれを見た上で、 ね、サザエさんの、その、朝日が丘に建てられた街を見たら、でけえなーっていうね。<laughs> ひらやにしちゃすごい、サザエさんちってでかいし、なんか、あ、サザエさんちって割とお金持ってんだなっていうのが <laughs>、か間見えた、ね、場所なんですけども、まあ、そこで出てですね、その、サザエさんの、朝日が丘に、この、こういうね、あの、家が建てれるっていうコーナーがあって、その、もう、 とこがラストになるんですけども、そこを出たらですね、あの、グッズ販売になってて、まあそのグッズ販売はですね、あの、チケット買わなくても、普通に、ふらーっと立ち寄っていろいろグッズだけは買えるらしいので、まあ他のね、展示会はどうかわかりませんけど、まあ岡山の、岡山未来ホール、イオモール5階、岡山の、イオモール岡山の5階にあります、岡山未来ホールではですね、あの、まあそのグッズだけは、その無料で、 ね、こう入れて買えるらしいので。ね、ぜひぜひ、まあ皆さん、サザエさん店には行かなくても、まあ、ぜひね、あの、グッズだけ買いに行ったり、逆にサザエさん店を見に行って、ね、どっぷりサザエさんワールドにハマってみてください。まあぜひね、これおすすめです。この、100円以上ですから、僕200円入れたんですけど、その、浅肥川家分譲権利書、ね。これ家建てれますん、ね、で、サザエさんの家にね。サザエさんの家じゃないサザエさんの、その、浅川っていう街にね。 こう家が建てれるんで、ちょっとこれ、この二つ持ってたら結構自慢になったりね、話の種になりますんで、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。本当にいろんなアトラクションじゃないけど、実際に体験できたり、こういろいろ見たり、まあ基本は写真撮影禁止なんですけども、一部その、磯野家の縁側の、その実寸台の場所と、あと、この花沢不動産のところの場所は、あの、 撮影が OK みたいなので、ぜひぜひそこら辺はバンバン写真を撮って、いろいろサザエさんのね、こう、知られざる豆知識だったり、ね、改めてサザエさんのね、こう知識を、ね、知ってる知識でも改めてこう見たらまた違う方面が見えてきたりするので、ぜひぜひ皆さんね、そういうことをね、楽しみながらサザエさん展行ってみてください。そして、今回僕が紹介したデイレイガールズ。まあ、いろいろね、こう、 ネタバレの諸事情により色々言えなかったですけど、うまいこと伝えられなかったですけどもね。こう、まあ、皆さんぜひぜひ行ってみてください。本当に面白いものですからね。さあ、そろそろね、こう、この音楽がかかってお別れの時間になってきたわけですけどもね。まあ、今回、このクレイジーナイトで紹介したのが、このみんなのありがとう45周年みんなのサザエさん展。そして、ね、デイレイガールズ。ね、まだやってると思うんで。 これが4月の5日まで。サザエさん展が4月の5日まで。そして、デイレイガールズが、えー、まだもうちょっとね、やってると思う、3月いっぱいぐらいやってんじゃないのかな。まあね、ぜひぜひ皆さん、ね、こう、なんか僕のこうね、クレイジーナイトを見て、ちょっとでも面白いと思ったら、えー、見てみてください。その際は、ぜひサザエさん展でも、デイレイガールズでも構いません。もうその際には、行った際には、ね、こう、感想とか、ね、ぜひぜひ、 コメント欄に書いていただければすごいありがたいです、えー。そして、ね、あの、チャンネル登録、高評価。もちろんそれ以外のコメントでも全然かめません。ぜひともよろしくお願いします。それでは、えー、そろそろお別れの時間となりました。えー、クレイジージョーカーこと、ともゆきがお相手しました。クレイジーナイト。えー、また次回お会いしましょう。それではさようなら。